ハンズ・アクロス・アメリカは1986年5月25日15分間に渡りアメリカ合衆国本土で人々が手を繋いで人間の鎖を作ったチャリティーイベントである。ハンズ・アクロス・アメリカが開催されるきっかけは USA for Africa の We Are the World にある。6000万ドル以上の収入を記録した同局の成功を受けて USA for Africa は アメリカ合衆国のホームレスと上を救済するために全国にわたって人間の鎖を作るイベントの企画を立ち上げた。5000万ドルから1億ドルの寄付金を集めることが目標に掲げられた。イベントの準備は1985年10月に始まった。700以上のスポンサーが協力に加わった。このイベントのオーガナイズは音楽マネージャーのケンクレーゲンが手掛けた。彼は We are the world の録音セッションの準備に携わった人物でもある。同曲の作詞、作曲に関わったライオネル・リッチーは彼のクライアントであった。1986年3月28日、ボイシズオブアメリカのハンズ・アクロス・アメリカがシングルとして発売された。ジョー・セリサーのサンディ・ファリーナ、ニュージャージー・マスクワイアが歌を担当し、t o のメンバーが バッキングバンドを務めた。ミュージックビデオには、ロビン・ウィリアムズ、ウーピー・ゴールドバーグ、キャスリーン・ターナー、バーブラ・ストライサンド、マイケル・ダグラス、c 3 p o などが出演している。同曲のビルボードホット100での最高順位は、第65位だった。1986年5月25日の太平洋夏時間の正午に、 ハンズアクロスアメリカのイベントが始まった。数百万の人々が15分間にわたって手をつなぎ、w e are the world? アメリカ the beautiful? ハンズアクロスアメリカを歌った。ハンズアクロスアメリカの列はニューヨーク州からニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウェア州、メリーランド州、ワシントン DC、オハイオ州、インディアナ州、イリノイ州、ミズーリ州、テネシー州、ケンタッキー州、 アーカンソー州、テキサス州、ニューメキシコ州、アリゾナ州、そしてカリフォルニア州まで、アメリカ合衆国の16州とワシントン DC にまたがった。イベントの参加者数は AP 通信の調査によれば約492万4000名、タイムによれば600万人以上とされている。人間の鎖の長さは4152マイルに及んだ。いくつかの地域では、 列が途切れる場所もあった。公式の列には選ばれなかった地域においても、同じ時刻に、それぞれが独自に人間の鎖を作るなど、イベントに同調する動きが見られた。ブルック・シールズ、ライザ・ミネリ、小野洋子、ハリー・ベラ・フォンテ、ロナルド・レーガン、ナンシー・レーガン、ビル・クリントン、キャスリー・イン・ターナー、ウォルター・ペイトン、ジョージ・バーンズ、ダドリー・ムーア、リチャード・ドレイファスといった著名人も、 このイベントに参加した。ハンズアクロスアメリカの列に加わる人は10ドルから35ドルを寄付し、見返りとして記念の T シャツを手に入れることができた。このイベントを通じて3400万ドルの寄付金が集まり、イベントを行うための経費を差し引いた1500万ドルがチャリティに充てられた。2019年の映画、アスではアメリカ合衆国を象徴する事物の一つとして、 ハンズアクロスアメリカのイメージが繰り返し現れて映画のプロットの中で大きな役割を担っている。ありがとうございます。